っしゃーい。関西盛り上げたい何者やんちゃなお祭り娘、大阪ショーギャングスのミュイです。本日はじゃじゃん、住吉大社さんにやってきました。はい、ということで、まあなんでですね、今回小中部住吉大社さんからお送りしてるかと言いますと、皆さん発達参りってご存知でしょうか。知ってますかね。住吉大社さんでは毎月最初の辰の日のことを発達って言うんですけども、この発達の日、発達参りというね、行事、まあたくさんの方が訪れる日があるんですけども、その発達参りのお参りの順番を今日はですね、まあ5月に開催があるということもありまして、ご紹介できたらなと思ってやってまいりました。まあ、その最初の辰の日、発達の日にお参りをすると、より一層こうね、元気と力、パワーをもらえるということでですね、まあ今日みんなにもそんなね、パワーとかを受け取ってもらえたらなと思うので紹介していきたいなと思うんですけれども、まあ2人でね、あの私と田村萌ちゃんで2人でそのね、発達参りのお参りの仕方をですね、紹介しようと思っていたんですが、見ての通り、ただいまミレ1人でございます。絶賛田村萌ちゃん寝坊で大遅刻中でございます。萌ちゃん疲れてんのかな、疲れてるんでしょう。なので萌ちゃんが来るまでミレ1人でまずは住吉大社さんを楽しみたいと思います。行ってきます。はい、ということで、まあね、今日はすごいいいお天気に恵まれまして、本当にお参り日和でございますけれども、この入ってすぐ入ってですね、目の前にですねやってまいりました。すごいんですよこれね、奥が見えないぐらい、見てください、ダダダ、反橋って言うんですけども、ここね、めちゃめちゃ高層っているんでございますよ。なので、まあ、反橋というんだと思うんですけれども、はい、このね、まあ、反橋、まあ、通称皆さんね、地元の方とかは太鼓橋と呼んでいるんですけど、まずはね、こうね、鳥居から入りました、この大きな大きな太鼓橋、渡っていきたいなと思います。これね、めっちゃ怖いんですよ。なのに、めちゃめちゃ厚底で来てしまいました。まあ、いいでしょ。これね、ほんとすごいんですよ。すごいですよ、もうこれ。足幅こんだけしかないんです。なので、初めて私来た時ね、もうすごい、今もこうね、真正面向きながら行きますけど、これずっと、横向きながらね、こうやって上がっていった記憶がございますけれども、もう、発達参り、まあ、大阪ショーギャングス入ってみれ、もう4年経ちましたから、まあ、5年目、もう5年目ですよ。こんなへっちゃら。はい、ここですね、太鼓橋の。頂上というか、頂上でございます。いろんな方がここでよくこうね、写真撮られてたりするんですけども、ね、周りの方に気をつけたから、これね、ちょっと風情のあるお写真とかそういうので撮っていただいてですね、気をつけないといけないのは下りでございます。いや、めっちゃ怖いんですよこれ、ね。はい、まあね、神社といえば、まあ、まずはですね、まあ、手を清めてから入るということで清めてまいりたいと思います。書いてありますね。まず、左手を清めます。逆ですが、まず左手を清めますね。左手、はい、続いて右手、そして、はい、左手で左手、右手、左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 手をまた清めて、塗り終わってください。うわ、え、こんなにおみくじってあるんですか。普通のおみくじ、何だこれ、大量発達前はですね、4つお参り、4箇所ですね、お参りするんですけど、まずはですね、その種貸し社、一番最初のある種貸し社に今は向かっております。はい、ということで着きました、発達前の一番参りの場所、種貸し社にやってまいりました。はい、まあ、ここはですね、まあ、商売繁盛とともにですね、まあ、その子宝にも恵まれるよということで、たくさんの方が来られるんですけれども、まず発達前では、まあ、このね、種貸し社に来てですね、願いの種、お種銭っていうね、まあ、このぐらいのやつなんですけど、をいただきます。なので、お参りをしていきたいと思います。ありました。すみません。
はい、ということで、まあね、種かじじゃをお参り、一番参りしたので、次は南君社、二番参りの南君社に向かっているんですけれども、まあ、南君社は、商売繁盛ですね。主に商売繁盛を、ね、けれども、この辺はですね、もうお馴染みでございまして、この辺りでですね、私たち、二十歳前の時はですね、淡新さんの、ね、ブースが出ておりまして、そこでお手伝いしているんです。なんかここはね、すごい、あ、来たな、匂いしてきたなっていう感じが、すごいございますけれども、ありますね。大阪商業キャンプ、二十歳前ですけどね。皆さん、ぜひ今日だけいっぱいね、見つけてくださーい。はい、何分かの前にはですね、どうぞ、ご神木でございます。皆さん、ぜひ、このね、皆さん、見たお二人してくださいけれども、本当に大きいから、はい、僕もございます。はい、それではですね、こちら、二番参り、南君社にやってまいりましたー。はい、このね、南君社はですね、かなり、やってきましたもう一度到着でございます。はい、まあ、改めまして2人揃いましたので、ここから2人で二十歳参りのですね、残り2番参り、3番参り、4番参りまで行きたいと思いますけれども、2番参り南君社でございます。南君社はですね、家内安全商売繁盛ということでですね、まあ、一番ね、本当にここ長蛇の列が毎回できているんですけれども、まあね、萌ちゃんも南君社はね、はい、おなじみですよね。そうですね、いつもあそこで、そうなので、今からお参り行きたいなと思います。はい、ということで、南君社のお参り終わりました。南君社ではですね、小北猫、まあ、これぐらいの小さな猫さんなんですけど、をもらって、まあ、もらうことができるんですけども、まあね、この猫をね、48体集めたら、次中猫って言って、まあ、これぐらいの猫に成長するんですけど、まあ、48体なんで4年かかるんですよ、この猫。もう1回でも二十歳前に見逃したら、伸びるよ、期間伸びるよって感じですけども、そう、最後大猫になるんですけど、大猫は中猫2体とちっちゃい、この最初のね、ちっちゃいこれぐらいのお猫を48体、12年、大猫になるには12年かかります。はい、なのでぜひ皆さんも。はい、次ですね、3番前にはですね、朝ざわ社っていうところでございます。まあ、本殿っていうか、そこから足を離れてですね、外にね、あるんですけれども、朝ざわ社はですね、芸語と美容、作法とですね、まあ、女性の守護神とされておりまして、住吉さんの弁天様と呼ばれておりますので、もうね、今から心してですね、お参りになりたいと思います。はい、今出てですね、こちら、朝ざわ社でございまーす。まあね、まあ、出たらすぐね、もう、あっぽいな、みたいなのが見えますんで、まあ、迷うことはないと思いますけれども。もえちゃん、美容芸能のことですよ。大事。はい、では、はい、行きましょう。これでも、綺麗になりますけどね。おなでるようにね。はい、ということで、二十歳参り、一番最後の4番前に、こちら、大年社でございまーす。まあ、こちらの大年社さんはですね、まあ、今までね、一番前に、2番前に、3番前に、4番前とやってまいりまして、まあ、こう一つずつ願ったりしてきたことをですね、こう、願いを成就させる、ですね、場所でございます。それでは、行きましょうか。4つ、参ってまいりました。そしてですね、まあ、この大年社なんでございますけれども、まあ、一つ、生物がございまして、はい、重軽いし、聞いたことある。願いをね、自分が思って、こう、願ってるのに、こう、思いながら、こう、意志を持ち上げるんですけども、まあ、重たかったら、その願いは叶いにくい。はい、軽かったら、その願いは叶いやすいよっていうね、意味なんでございますけれども、はい、こちらの重軽いし、はい、萌えちゃんに、今日はですね、まあ、遅刻されましたので、挑戦していただこうかなと思います。そう、私も怖いから、今まで一回もやったかもしれません。まあでもね、今の状態だったらそういうことだよっていうだけだから、そう、重軽石、はい、行きたいと思います。重軽石がある場所にやってまいりました。ここにね、占い方がございます。さあ、まずは2連、ピッター2連200周していただきまして、まずはですね、この石様はですね、持ち上げて重さを覚えていただきます。はいはい、まず何も思わず、どうですか、重い。普通に重い。うわ、重たい。重たい。そう、まあ、とりあえず、まあ、持ち上がる程度には、こうだ。重たい。次に、この、石様にですね、手を当てて、まあね、自分が願い事、ちょっと祈ってください。はい。OK ですか？はい、OK。それでは、まあ、次に、再び持ち上げた重さの感じが、軽かったら叶う。重かったら、ちょっと、いい風にね、こう、好転へ努力してくださいっていう意味でございます。はい。なので、今から、持ち上げていただきたいなと思います。はい、どうぞ。ドキドキ。軽い。軽い。はっきり軽い。は
当に思ってる。思ってる。どっちかね。軽いと思う。でもさっきまでさ、おもみたいな感じじゃないもんね。わあ、すごい。じゃあ、もえちゃんの願い事は叶うということで。じゃあ、最後に入れに行きます。はい、ということで、今日はですね、スミエスタッフさんの発達前にのお前の順番を紹介していきましたが、皆さんね、覚えていただけましたでしょうか。要するにね、4番参りまでございますので、まあ次回は5月の開催ですかね、が一番近い発達前の日になりますので、ぜひ皆さんね、スミエスタッフさんにお越しください。私たちも、はい、アオシンさんのブースでお待ちしておりまーす。それでは今週も小中部をお付き合いいただきありがとうございました。次回の小中部もお楽しみに。以上、大阪商業局でした。